釣り少年 in 新潟2日目みたいな。でも手は3みたいな。ということで、今日は新潟遠征ですね、2日目なんですけども、6号の池、6号池でいいんですか。そうですね、はい、6号の池、6号の池に来ております。まあざっと見た感じ、こんな、なんて言うんでしょうね、田園地帯にあるぽっかり開いた池みたいなとこなんですけども、まあそこでガン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 ってやってみたいと思います。来てますね、もうほらだんだん近寄ってきてるんじゃないですかね、人に。近くにバンバン裏切らないのいっぱいいるんですよ、本当に。ハリスがね、太いよね。これ、どう考えたって。ケプラ何号ですか。これ20号。20号、うん、そのとこでかいんですか。70ぐらいっつってましたけど、70、80、一番引っ張るやつ、うん、やっぱりここもペラのこぼれた、こぼれた餌狙いなんで、うん、やっぱりあるんですよ、ヘラ台がある近くが釣りやすいですね。そうですね。もうすでにいるかもしれない。いるかもしれないですね。行きます。雨降ったから本当にぬかるんでるな。真ん中行くと本当に2メーター50とか、うん、それぐらいあったと思います。こいつあんまり深いところはあれだよね、向いてないよね。てか魚もあんまりいねえし、泊まったホテルに燕三条ラーメン巡りとかって結構したのってあって。あ、本当ですか。50店舗ぐらいなんかありましたよ。まあ結構ありますね。夏のとこちょっと行ってきて。どうぞどうぞ。あ、行ってください、うん、はい、もう釣れたらすぐ走ってきますから、はい、ようこそ、空振らないように、はい、気合のサングラス。大魚の音だよね。バシュって言いましたね。楽しそうだね、うん。社交場でしょ。浮き下長すぎんじゃねえかな。ケブラーラインする場合は重たいんで、竿先から浮きまでがもう沈んじゃうんだよね。だからそれを上げて待ってないと、合わせた瞬間ジョバっていうのは沈んだ位置が上に上がってくる音だから、おっさん帰りのパレット行きますか。こっちは小魚すごい。全然場所で違うんですね、うん、感じが。
コイはいねえな、これ。よし。こう考えると昨日のとこは魚影濃かったよね。10時半まで粘ったら移動しますか。うん、もうやめると。うん。そんな感じの方がよくね。そんなことないのかな。まあ可能性ないと思うんであれば。うん。まあ相田さん一応2発かけてるから。向こうどうです？当たりはあるんですけど、まあ亀がちょっと寄ってきたような。感じですね。亀は結構いるんですね。いますね。ここはいます。若干。向こうで水深どんぐらいあります？向こうって自分やってるところで1メートルぐらいですね。多分亀の当たりだと思うんですけど、一発いいの来たんですけどね。あとはそこそこそこみたいな、すっつくような作ってか。それはね、一発も釣り上げないとダメなんですよね、カメは。ああ、そうなんですか。カメはしつこいですからね。向こうの流れ出しの方も流れ出し、流れ出しあるんですよ。こっちの方はもう深いですよ。2メーター50ぐらい。っていうことは、どこから、そこから水入ってるんですか。さっき向こうから流れ出す感じです。そっちの近寄るか。ちょっと2枚目のパレットに行こうかなと思って。寄ってきたかも。マジですか。超巨大だったような気がしますね、なんかね。なんと、なんと、なんと、なんで外れんだろうな。巣だったのかな。その可能性。浮きの動きは、送ったような感じに見えましたけど。でも小さかったんだよな、あたりが。そうですね、ちょっと小さかったですね。マジっすか。なんで割れるかな。マジっすか。いや、今完璧だと思ったのな。これで外れるっつうのは分かんねえな。1時です。マジですか。はい。とほほでしょ。全くです。難易度高いね。向こう魚の寄りはどうでした。いいですよ。もうやっぱめちゃめちゃ寄ってます。そんなにいる。います。敵を取ってください。土下座します。そんなに寄ってんだ。やっぱもう反応が全然違います。じゃあちょっとやってくる。じゃあ向こうで場所変えて、ほぼラストチャレンジですね。よろしくお願いします。よし。本当に敵を取ってください。なんだろう。だからそこら辺を、まあ俺は。
これさすがいね、さすがっすね。おおおおおいい魚だなこれは、ね、綺麗ですね。90完璧いってんじゃない。これこれでしょ。これこれこれ今の叩きを取ってもらいましょう。いやいいですね。はい、アイドさんも入って、いい魚です。完璧。回します。この魚僕釣った時ない。いやー疲れました。いや2カ所目ちょっと苦戦しましたけど大丈夫でした。さすがです。いやー結構厳しい戦いでしたね。ですがやっぱり一場所に餌っていうのも一つあるなっていうふうに思って、やっぱりこう場所移動してもほどなくパーンって。ですから、まあ、餌はもう小呼吸で決まり、だからあとは場所をこうこまめに、あっちかなこっちかなっていうところをやってみるといいと思います。